コロナのワクチンはワクチンを打つとやっぱり熱が出る人がそれなりの割合で、います。だいたい熱が出ても1日か1日半でこう平熱に戻る人がほとんどですから、熱が本当にきつかったら解熱剤飲んでいただいて、そんなに怖がらずに打っていただけたらと思います。このコロナのワクチンも不妊になるというデマが流されましたけども、それは全くないということをもう世界中のあらゆる機関が言ってます。で、日本でも産婦人科学会をはじめお医者様の団体が妊婦さんには積極的に打ってくださいというお願いをしてますんで、どうぞ安心して妊娠されている方もいずれ赤ちゃんが欲しいと思っている方も打っていただけます。今皆さんに打ってもらっているファイザーとかモデルナというワクチンは有効率 95% と言われているワクチンです。インフルエンザのワクチンなんかですと有効率 50% とか 60% なんで、ワクチンとしては非常に効果の高いワクチンだと言えると思いますので、感染を防ぐ、発症を防ぐ、重症化を防ぐ、それから後遺症を防ぐという意味でもワクチン大事だと思います。そうですね、11月の初め頃には終われるようにしたいと思ってます。今1日に120万回ぐらいワクチンを打ってるんですけども、だんだんみんなが打ち終わると予約なしでも打てるようになってくると思います。そしてもう11月の初め頃には全員2回打ち終われるように、もう十分なワクチン供給できますから、少し気長に待っていただきたいと思います。TGC をご覧の皆さん、今回もオンラインになってしまいました。来年の春はぜひリアルでやっていただきたいと思います。そのためにも今我慢するところはみんなで我慢して、そしてぜひワクチン接種皆さんも受けられるときに受けていただきたいと思います。みんなで力を合わせてまた楽しい日を取り戻していきたいと思います。よろしくお願いします。